2024年5月にリリースしたベストアルバム、17IS ライトヒア h e ベー、ビルボードのメインアルバムチャート、ビルボード200で5位を記録。また日本で開催されたスタジアムツアーでは、計4公演で25.4万人を動員するなど世界で人気を集める13人組グローバルボーイズグループ、セブンティーン。そんな彼らがデビュー9周年を迎え、13人の完全体で韓国。 ソウルワールドカップ競技場に集まった多くのファンを魅了したコンサート。セブンティーンツアーフォローアゲイントゥーソウルを収めたコンサートフィルム。セブンティーンツアーフォローアゲインが10月17日より配信開始。そこで今回は、セブンティーンとはどんなグループなのかを改めて紹介する。写真、かっこいいパフォーマンスから可愛らしい演出も、さすがはセルフプロデュース力に長けたグループ。 セルフプロデュース力に長けた13人。セブチ、の愛称で親しまれる13人組グループ。セブンティーンは、WOOZI、ウジ、JEONGHAN、ジョンハン、ヨシュア、ジョシュア、DK、ドギョム、SEUNGKWAN、スングアン、からなるボーカルチーム、SCOUPS、エスクプス、WONWOO、ボヌ、MINGYU、ミンギュ、バーノン、 バーノン、からなるヒップホップチーム、星、星、ジュン,ジュンザ・エイト、ディエイト、ディノ、ディノ、からなるパフォーマンスチームの3ユニットで構成。計13人のメンバーが3ユニットに所属し、1つのグループとなっていることから、13プラス3プラス1イコール17という意味が込められ、セブンティーンとなった。彼らのファンは、ダイヤモンドであるメンバーを輝かせる存在、という意味を込めて、 カカラッカラッットトと呼ばれているまたグループの大きな特徴は楽曲制作から振り付けに至るまで3つのユニットが各々の強みを生かして多彩な表現を可能としたセルフプロデュースグループであること完成度の高いアイドルやアーティストが次々とデビューし入れ替わりが激しい韓国の音楽業界の中でも異彩を放つ唯一無二の存在として世界中のファンを魅了している。 2015年5月にファーストミニアルバム17カラットで韓国デビューした彼らは13人という大人数を最大限に活かしたダイナミックなフォーメーションダンスや表現豊かな歌唱力などで瞬く間に多くのファンの心をつかみ2016年にはアジア最大級の音楽受賞式エムネットアジアンミュージックアワーズママをはじめとする多くのアワードで賞を受賞したまた2018年5月にファーストミニアルバム We Make You で日本デビューを果たし、同年9月には5日間にわたるアリーナツアーを行うなど、本格的に日本での活動をスタートさせた。彼らは日本ファースト EP、Dream2022 年、韓国テンスミニアルバム、FML2023 年が2作連続で日本の音楽チャートでミリオン達成し、多くのアーティストが憧れる神奈川、 日産スタジアムで単独コンサートを開催するなど、圧倒的な日本人気を獲得しているグループの一つとして成長してきた。韓国、日本でヒット曲を生み出してきたセブンティーンは、2022年には初の全編英語のデジタルシングル、ダールプラスイングをリリースし、グループとして新たな扉を開く。さらに同年リリースした韓国フォースアルバム、Face the Sun。 ダ・ビルボード200にて初登場7位にランクインするなど、まさに世界を舞台に活躍する K-POP アーティストとして今もなお走り続けている。誰一人かけることなく、一心同体、で走り続けてきた9年間。そしてセブンティーンといえば、メンバー同士の仲の良さや絆を大切にしていることでも知られる。怪我などでグループ活動の一時中断を余儀なくされたメンバーがいたとしても、 練習生時代からの下積みを共にしてきた13人は、デビュー以降一人も欠けることなくお互いを支え合いながら活動し続けている。メンバー全員で休暇を過ごすヒーリングバラエティ、インザ・ SOOP-17 バージョン。シリーズなどのバラエティ番組では、飾らない等身大の姿が垣間見え、セブチの沼にはまる人も続出。プライベート感満載のバラエティ番組でも紳士紳士 にグループ活動に取り組む本音を語る姿も見られ、各メンバーのパーソナリティも魅力で溢れている。ディズニープラスで10月17日より配信が始まった、セブンティーンツアーフォローアゲインはデビューから9年が経ち、10周年のアニバーサリーイヤーに向け、今も全力で走り続ける13人が2024年に勧告。 ソウルワールドカップ競技場にて初開催したアンコールツアーのパフォーマンスを収めたコンサートフィルム。怪我により活動休止をしていた統括リーダーの SCOUPS、JEONGHAN も2024年3月に復活し、待望の13人の完全体で開催した本ツアーでは、人気曲マエストロの初披露をはじめ、3組のユニットによる LALALI、スペル、 チアーズプユースなどのパフォーマンスも収録されている。多くの人を熱狂の渦に巻き込んだセブンティーンの今後の活躍に注目していきたい。